はい、皆さんこんにちは、三浦です。これからもですね、妖怪ウォッチ新打ちのゲーム実況たくさんやっていきたい僕なんですけど、まあ最近ネタがなくて困っています。で、今日ですね、1月31日土曜日はですね、妖怪ウォッチ新打ちの方の公式ガイドブックが発売されるということで、今日の朝の10時に本屋さんに行って買ってきました。これですね。まあ、妖怪ウォッチ新打ちのガイドブックに関しては、まあ今までに何冊か出ていたんですけど、こっちの方はもう完全にオフィシャル完全攻略ガイドブック、オフィシャルっていうのは公式ですね、レベル5がちゃんと監修している公式ガイドブックなんですけど、これが発売されたんですね。値段は1350円、高い、ちょっと高いかな。消費税を入れると1500円とか1400円ぐらいで、結構ページ数がある。あ、これじゃ分かんないか。結構これ分厚い。去年の8月に発売された元祖本家の公式ガイドブックと同じぐらいかな。何ページあるんだろう、何ページあるんだろう、ちょっと待ってよ。415ページぐらいあるんで、結構分厚いよね。うん、ボリューム的には結構満足なんですけど、ただ読んでみた感想としては、これね、去年に発売された公式ガイドブック、元祖本家の、まあ、公式ガイドブックとね、ほとんど内容が一緒、被るところが多くて、まあ、確かに妖怪ウォッチ新打ちの新しい内容も書かれているんだけど、ただそれ知っているよっていう内容も結構多かったんで、どうかなっていう感じですかね。まだ、まあでもね、30分ぐらいしか見てないから、もっとなんかいろいろ書かれてあるのかもしれないけど、まあとりあえずは、ちょっとね、どうかなっていう感じですかね。あ、ただね、今回のこの公式ガイドブックはですね、これがついてるんだ。これ。この任天堂 3DS のカメラで申し訳ないんですけど、ワクワクカイン、ワクワクコイン、今噛んだ。ワクワクコイン超お得4枚。花鳥風月。ガブニャン一旦ごめん、自己中と、あとアペリカンですね。新しい妖怪ではないんですけど、こいつらが手に入る、まあ、QR コードがまたついているということなんで、今日はですね、まあ、ちょっと妖怪ガシャ、これちょっと QR コードを読み込んでやっていきたいなと思います。じゃあ早速、まずは自己中からいこうかな。自己中、ちなみに自己中に関してはね、もう完全に忘れていた。さあ次はどうしよう。ワクワクコイン、アペリカンが出やすいやつか。アペリカンは確かゲットしたような気がするけど、どうだろう、覚えてねえな、昔すぎて覚えてねえや。じゃあ次は一旦ごめん。ワクワクコイン風。じゃあ最後はね、ガブニャ。ガブニャはね、 QR コード、昔読み取って確かにゲットしたんだけど、何をちまよったか、俺コンにしちゃったんですよ、ガブニャ。よし、セーブするのはやめよう。リセットマラソンしたいんで、ちょっとセーブするのはやめといて。そう、ガブニャンはね、俺コンにしちゃったんだ。超もったいないことしたんだけど、あれ？あ、ガブニャンのコンも、ガブニャンのコン自体がもうねえや。捨てちゃったんだね、きっと。よし、じゃあ回そう。おそらく今回の妖怪の中ではガブニャンだけは持っていたんだけど、他の妖怪に関しては全く持ってないと思う。まあ何が出ても嬉しいっていう感じですかね。ちょっと結果が悪かったら、ちょっと一旦リセットマラソン1回ぐらいはちょっとしようかなと思っているんだけど、自己中が欲しい、自己中が欲しいな。
これなんか意味あんのかな。あ、転んだ。さっきの100円玉のお賽銭でいい妖怪が出てきてくれると嬉しいけど、あ、そういえばなんか最近妖魔界に行ったような気がする。よし、じゃあまずは自己中、これ行こう。今日ね、ちょうど4回しか回せないんだ。花、どうだろう。なんでガブニャンなんだよ。なんで？お前ワクワクコイン月で出てくんじゃないの？これリセットマラソンしてもさ意味ないのかな？ QR コード読み込んだ時点で。次どうしよう。ワクワクコイン取り、これいくか。アペリカンが出やすいやつだって。紫だ。あ、妖怪、アペリカンだ。うん、これはいい、これはいい。でも確かアペリカンは持っていたような気がするけど。あ、ペリカン。持ってなかったんだ。たまにランダムバトルでアペリカン使っている人がいるけどさ、あいつの一体何がいいんだろう。たまにいるよね、アペリカン。あー、なるほど、アイテムが2つ装備できるんだ。へえ、そういうことか。それ以外は別になんか大したことなさそうな妖怪だけどね。じゃあ次は一旦ごめん、風。じゃあアペリカンか。そんな2体もいらないよ。アペリカン。じゃあ最後かな。ワクワクコイン付き、ガブニャンが出やすくなるやつ。でもさっきガブニャン出てしまったからな。あー、ガブニャンか。ガブニャンか。ガブニャン。あー、自己中欲しかったな。自己中が欲しかった。まあまあ、でもね、あのコロコロコミックについていた自己中の QR コードに関してはまだ読み取ってないんで、それでまだ回せるんで、まだ可能性あるかな、自己中。なんか無意味にガブニャンが2匹いるけど、うん、別にそんな強いっていう妖怪でもないでしょ、ガブニャン。ああ、そうだよね。まあ、見た目は可愛いけど、別にランダムバトルで使える妖怪でもないっていう。なるほど。はい、今日なんかすごく短いっすね。でももうやることないんすよ。もう妖怪会社回せないし、コインに関してはねまだたくさんあるんだけど、これコイン大量にあるんだけどさ、もう今日回せる妖怪会社の回数回してしまったんでちょっと無理だな。そう、あとドキドキコイン、セブンイレブンとマックとツタヤとナムコか、これまだ受け取ってないんで、そのうちちょっと回していきたいなと思います。そうですね、本当に今日短いんですけど、ここで一旦おしまいにします。